ハンガリー国家保衛庁、ハンガリー国家保衛庁、ハンガリー語、アリムバデルミーハッタサム、エル、マブダミーハト、アーラムベーデルミハトーシャーグ、略称、VH、アーベーハーは、1945年から1956年まで存在したハンガリーの秘密警察機関。当初は、ソビエト連邦の秘密警察の付属物だと考えられていたが、 1948年から1953年までに一帯一連の粛清の残虐さにより独自の悪評を得ることになった。1953年にスターリンの死後、ナジムルが首相に就任する。1953年から1955年の間、恩賢的な改革者であるナジ政権下において国家保衛庁の活動は徐々に抑えられた。 これは1945年から1956年に政治警察として活動した機関の概要である。後継者のカーダールヤーノ氏は1956年以降も国家保衛庁を復活させようとはしなかった。カーダールは50年に国家保衛庁による拷問を受けている1956年度乱後のハンガリーにおいて、また、ナジとその共犯者たちの裁判のために、 ソビエトの秘密機関を直接的に用いていた事実は考慮されるべきであろう。1956年と1963年の間、生来の機械主義者であるカーダールは強硬なスタリン主義者との党内抗争を戦い抜いた。カーダールの勝利は1963年において思想警察の不在を示すために行われた1956年の 革命家たちに対する代謝によって明らかになった。おそらくハンガリーはワルシャワ条約加盟国のうち情報機関を持たない唯一の国だったとされる。保衛庁は政府の基準を用いずに直接共産党を支えていた。この指示は主に情報を隠すことにより、より神秘性を増すことにあり、類似組織として下味タージが存在する。 これらのネットワークは秘密逮捕によって補われており、逮捕された者は長期間3ヶ月から18ヶ月拘束され、拷問を受けた。そしてこの機能が様々な品質の告白を囚人から絞り出したとき、法的文書を作成するために、政府機関の検察官と法廷が呼び出されることになる。これは普通に行われたものであり、保衛庁は国最大の保衛のために手段を分岐していた。 例えば、イギリス共産党に参加していたエディス・ボーンの不法逮捕及び、期間の定まらない交流などであった。強制的に作成された、供述書にもかかわらず裁判の休憩時間の間、継続的な拷問という、明らかな脅威のために裁判を撤回することが、家庭における脅威とは考えられいなかった。保衛庁の活動は、憲法の規制の対象外であった。 1953年4月7日、早朝、ブダペストのユダヤ人共同体の指導者の一人、ドモンコシュミクシャ、ドーモンコスミクシャーは、保衛庁職員により、自白を引き出すために連れ去られた。1945年に、行方不明となったラウル・アレンバーグが、ソ連に連行されたのではなく、世界的シオニストの犠牲者となったことを証明すために、1953年見せ物裁判の、 準備が、ブダペストで始められた。この見せ物裁判の目的のために、さらに二人のユダヤ人指導者、ベネデクラー・アースロー、ベネデック・エル・エス・ゼット・エルト、シュテック・レル・ライオユ、ストック・ラー・ライオスと、同じように二人の自称、目撃者、サライ・パール、ソライ・ピー、リットルト、サボ・ーカーロイ、ソボ・ーカーリーが逮捕され、拷問により尋問された。ブダペストで最後に、 ワレンバーグにあった人物は、1945年1月12日、ジョパール、ジュパー通りに立つスウェーデン大使館の晩餐に、招待されたフレイシュマン、オットー、フライシマナとサボーカーロイ、サライパールであった。翌11月13日、ワレンバーグは、ロシア人に接触した。1953年までに、フレイシュマンオットーはハンガリーを去り、ウィーンにおいて、医師として働いた。 サボーカーロイは1953年4月8日に大通りで拘束され、法的手続きなしに逮捕された。彼の家族には、その後6ヶ月間、何の知らせもなかった。秘密裁判が彼に対して行われた。裁判には公式の記録はないので、その資料を入手することはできない。取り調べから6ヶ月の後、被告人は絶望の淵に落とされ、消耗しきった状態にさせられていた。 バレンバーグの殺害者は、ブダペストのシオニストであった、という発想は、主としてハンガリー共産党指導者、ゲレーエルゲーによって指示されたもので、彼によるメモが第一初期ラーコシマーチャーシュのもとに、送られていた。偽物裁判は、スターリンの、反、シオニズムキャンペーンに従い、モスクワで開始された。スターリン及びラブレンチーベリアの死後、裁判の準備は中止され、 逮捕された人々は釈放された。ドモンコシュミク社は病院で一週間を過ごし、その後自宅に戻ったが、それまで彼に与えられてきた拷問が原因で直後に死亡した。判決に従い、政治犯たちは保衛庁の運営する強制収容所に入れられた。これらの収容所は統廃合された。初期の収容所はより粗雑であり、より残酷である傾向があった。 特に、元共産党員の状態は異なっていた。1953年以前の収容所においては、彼らは他の囚人よりもさらに厳しく扱われていた。1953年の後では、元共産党員は、監獄内における仮想的な上流階級であった。加えて、1953年より前は、強制収容所は、過労や虐待による囚人の最終的な死を、 目標としていた。いくつもの例で、拷問は収容所での生活や、規律の維持に欠くことのできないものだった。1953年から1955年の第一次、ナジー・ムレ政権は、収容所の状態を大きく改善させ、そして政治犯を減少させる努力を行った。保衛庁はまた、見せ物裁判を企画したように、ソ連圏の保安組織を支援した。 二つの例において保衛庁は、ソ連権において望まれない分子に対する攻撃を指揮する特権を与えられた。1948年、ミンゼンティ・ヨージェフ、スーキ教が裁判にかけられ、収監された。1949年、保衛庁は民族主義者、地頭主義者の角で、共産党幹部ライク、ラースローを見せ物裁判にかけ、処刑した。これは、 国際共産主義運動にとり、ユーゴスラビアがもはや脅威でしかないことを意味した。ハンガリー動乱の期間中、動乱に参加した人々は、保衛庁の構成員と密告者、及びそれと疑われた人物を見つけ出して殺害した。革命が発生した時、何千もの群衆は、ブダペストの警察本部を襲撃、赤い星を破壊しろ。や、囚人を解放しろ。という標語を叫び、 共産主義の象徴である多数の赤い星が屋根に立つ建物の内部を調査して多数の囚人が中にいることが分かった。警察本部の中にいる警察は外の群衆に恐れをなして建物の中に群衆を案内し彼らが要求したあらゆる政治犯を解放した。本部にいる保衛庁職員は行為中の機関とその後死刑を加えられ、 その事実は後に広範囲にわたる党の宣伝活動で使用され、今回の革命の本質はファシスト的で反ユダヤ主的な反動行為である。と主張する根拠となった。保衛庁への攻撃は学生が支配下に置く戦闘組織とブダペストにいるソ連の部隊との間で発展した非公式な休戦の重要な行動になったに過ぎなかった。 即時に戦闘を行う必要性から自由であったので、ドゥダーシュ・ヨーゼフの民兵集団は、保衛庁の職員、情報提供者、時には革命に巻き込まれた一般の共産党の党員に、対し一連の虐殺を発案した。ドゥダーシュ・ヨーゼフの民兵はしばしば極右集団であると考えられたが、ドゥダーシュが共産主義者であると主張する者も,もいる。いずれにせよ、 彼の率いる民兵の暴力は争われることのない事実である。革命の2週間目にあたる10月29日には、ドゥダーシュの民兵は、ブダペストにある秘密警察の本部を攻撃して、保衛庁員を内部で虐殺した。この出来事は西側、東側両方の記者及び写真家によって詳細に記録され、報告書において、ナジ及び彼の内閣の閣僚を批判する主要な、 証拠を構成した。アウ a スターがアイウィトネスサイード・ドゥダー署の民兵が建物に突入した後、周囲の群衆は何人もの保衛長の職員を臨時した。ハイディビジブルインフォータグラフスオブディス、アタックアーザパーティー、エス、ペイバーックスディスプレイデンツーザコプスス、デモンストレーティングザット VH、ソルジャースリシベドアットリーストジュータイムズザウィジェスオブ、エマニュアルワーカー。 国民評議会、労働者評議会がュダシュが行っていたことを発見したとき、彼ら自身の安全のため、そして将来行われる裁判のために保衛庁員を逮捕、交流するために自警団を編成した。保衛庁員を逮捕、皆殺しにするという方針を知った多くの保衛庁員は保護を求めて国民評議会、または労働者評議会のもとへ自発的に出頭した。 これは、革命で血を流さずに済む、要、学生、労働者が共通した方針を反映していた。保衛庁は学生、そして労働者評議会によって、捜索、逮捕された。ソ連が政府を支援するために、ハンガリーに侵攻した時、保衛庁の隊員は彼らの仲間を殺した者に、残忍な報復を実行した。保衛庁は概してべての革命勢力を標的にして、 ソ連の保衛機関から大きな援助を受けて、ナジの政府の者や国防大臣、マレーテイル・パール少将、国防大臣に任命された時に、大佐から少将に昇進を逮捕した。そして、何千もの学生や労働者をソ連へ連行した。アンドラーシ通り六60号の地下は、本来や十字棟が本拠地として使用していたが、彼らが去った後、国家保衛庁の司令部となった。 この建物は現在、それぞれの政治組織の犠牲者を記念するための博物館恐怖の館として公開されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。